我々から見ればまるで大谷は温室メロンのように映る。大谷選手の中国戦先発が決まった時、韓国メディアの関係者は大谷選手をメロンに例えて批判しました。日本ではあまり聞きなじみのない例えですが、一体どのような意図があったのでしょうか。また韓国メディアによると、大谷選手のある行動というのが韓国内での大谷選手の株を下げたそうです。今回の動画では韓国の大谷選手に関する批判や韓国での大谷選手の株が大暴落した件をご紹介します。2023年3月8日、ついに6年ぶりにワールドベースボールクラシックが開催されました。侍ジャパンの大事な初戦の相手は中国。この中国戦の前日の記者会見で栗山英樹監督は、戦略上のいろいろな兼ね合いも含めて、これだけいいピッチャーが揃っているので、僕が決めた理由は今は勘弁してほしいんですけど、大事な試合を大谷翔平で行く、それだけです、と大谷選手の先発を公言しました。大谷選手もこれを受けて、初めての WBC なので緊張するとは思うが、いつも通りの自分らしいプレーをまずはしたい、と試合への意気込みを語ったのです。この大谷中国戦先発に反応したのが韓国メディア。韓国メディア、スポーツ朝鮮は、8年前の悪夢は鮮やかなのに、日本はなぜ大谷を韓国戦マウンドに立たせないのか、という記事を掲載しました。8年前の悪夢というのは、2015年に行われた国際大会プレミア12での日韓戦のことです。この試合で大谷選手は先発投手として7回1安打無失点の快投を見せました。快投を見せた大谷選手が大事な韓国戦での先発を回避することが不思議で仕方がないようです。また他の韓国メディア関係者は、日本代表は大谷をあまりにも大事にしすぎている、もしも大谷が WBC の韓日戦で8年前よりもプレースキルの両面でアップした韓国代表に叩き潰されれば、彼は商品価値が一気に落ちてしまう。日本代表の監督やコーチ陣にはそのような計算が働いたのではないか。我々から見ればまるで大谷は温室メロンのように映る、と日本の采配を批判。日本は大谷選手が韓国に打たれてることを恐れるあまり、韓国戦の先発を避けた。日本は温室メロンのように大谷選手を大切に扱いすぎではないか、と韓国メディアは思っているようです。ただこの韓国メディアの韓国を恐れて大谷先発を避けたという読みは的外れとしか思えません。まず昨年メジャーで15勝した大谷選手が韓国打線に叩き潰されることは考えにくいです。また運悪く打ち込まれたとしても、その一試合だけで大谷選手のブランドが落ちることはありません。栗山監督は侍ジャパンの象徴である大谷選手の二刀流を大事な初戦に持っていくことで勢いづけたかったのでしょう。韓国メディアはこのような栗山監督の意図が読めなかったのですね。また大谷選手のある行動により、韓国内での大谷選手の株が暴落したというニュースも取り上げられました。それによると、WBC 出場に向けて大谷選手は日本へ帰国し、その際に東京の在日米国大使館を訪問しました。これが韓国内で取り上げられると、なぜか多くの韓国国民ががっかりさせられたそうです。韓国の SNS では、どうして韓国大使館を訪問してくれなかったんだ。米国でプレーしているのだから米国大使館へわざわざ足を運ぶ必要はなかったのではないか、と大谷選手の行動を失望する声が挙げられました。また韓国メディアは、韓国に友好的な大谷だからこそ我々はあの一件以来、残念という思いしかないんだ、と嘆いています。この反応は、先ほどの韓国を恐れて大谷先発を避けたよりも意味不明です。なぜ大谷選手が韓国大使館へ行かなければいけないのでしょうか。大谷選手はアメリカで活躍しているので米国大使館に訪問するのはわかるのですが、韓国大使館には行く理由が全くない気がします。韓国が勝手に大谷選手に期待し、勝手に裏切られたような気持ちになっているとしか思えません。このようなよくわからない理由で大谷選手の株を下げるのはやめてほしいですね。始まる前からいろいろと因縁のある韓国戦、そしてついに3月9日、東京ドームを舞台に戦いの火蓋が切って取られたのです。日本の先発は昨シーズンメジャーで自己最多の16勝を挙げたダルビッシュ有選手で、大谷選手は3番指名打者として出場。ダルビッシュ選手は韓国の打線を1、2回と三者凡退で締めます。一方の韓国の先発は、8年前のプレミア12の日本戦でも先発したキム・グアンヒョン選手。侍ジャパンはベテラン左腕の前に 1、2回を無失点に抑えられてしまいます。そして迎えた3回表の韓国の攻撃、ダルビッシュ選手は8番ヤン・ウィジ選手にツーランを打たれるなど
3点を取られてしまいました。3対0となり苦しい立ち上がりとなった侍ジャパン。しかし直後の3回裏、ヌートバー選手がタイムリーを放つなど一挙4点を取り逆転します。次の回ダルビッシュ有選手の次を引き継いだのは横浜ベイスターズのエース今永選手でした。150km の速球を武器にソロホームランは打たれたものの4、5、6回を1失点で締めます。侍ジャパンは5回に近藤健介選手のホームランもあり2得点。そして迎えた6回、ついに侍ジャパンの打線が爆発しました。大谷選手のタイムリーヒットなどで一挙5点を取ったのです。この回で流れは完全に日本のものになり、その後は7回に追加で2点を取るなどさらにリードを広げていきます。最後はチーム最年少の高橋宏斗選手が9回を締め13対4と大勝を収めました。宿命の対決と言われていた日韓戦も終わってしまえばあと1点差でコールド勝ちという結果に終わったのです。日本が勝つとは思っていましたが、まさかここまで差がつくとは思いませんでした。大谷選手はタイムリーの他にもライトに強烈なツーベースを放ち3打数2安打1打点の大活躍。この大敗を受けて韓国の SNS からは国民の税金使わず早く帰って反省してくれ、もう韓国は日本のライバルではなかった、さようなら、韓国は中国より弱くないだろうかという悲観の声が上げられています。また韓国メディアスポーツ韓国はあと1点加えられたらコールドゲームになるほどの失態だった、7対8で敗れたオーストラリア戦に続き2日連続で東京ドームの惨事を経験してしまった、8強進出は事実上頓挫したと大きな失望を隠せませんでした。韓国代表の監督イガンチョル氏は全体的に非常に苦しい展開だったと試合を振り返り、日本が非常によくやったということは認める、しかしながら韓国選手の力はこれが終わりではない、もっと成長すれば十分いい試合ができると大敗にもかかわらず前向きなコメントも残しています。日本の大勝で終わった日韓戦ですが、この試合では韓国から猛烈な批判が集まるある事件が起きました。その事件は6回裏1番ヌートバー選手の打席で起きたのです。韓国5番手のキム・ユンシク選手がヌートバー選手の背中にデッドボールを当ててしまったのです。全く悪びれる様子のないユンシク選手に対し怒ったヌートバー選手はバットを放り投げにらめつけました。また場内でもユンシク選手に対しブーイングが沸き起こります。デッドボールは当たりどころが悪ければ故障につながってしまう危険なものですので、ヌートバー選手が怒ってしまうのも当然のことだと言えます。しかしこのヌートバー選手に対しなんと韓国メディアでは猛烈な批判が挙げられたのです。ロサンゼルスドジャースなどで活躍しメジャーで124勝を挙げたパクチャンホ氏はあんな姿を見せてはダメだ、わざと当てたわけじゃない、メジャーにまで行った選手があんな姿を見せてはいけないとヌートバー選手の行為を批判。また韓国メディアスポーツ朝鮮はバットを投げて不快感を露骨に表しずっと投手を挑発した、2点ビハインドの虫1、3塁でわざわざ打者に当てる投手はいない、意図的挑発で投手の心理を揺さぶったとヌートバー選手の行為は挑発的だと報じました。これに対し日本のファンたちも負けじと謝らなかった投手に対しては批判はないのか、痛いんだから睨んだって不思議はない、韓国の批判は筋違いだよなとヌートバー選手を擁護する声が多数上げています。一時はツイッターにヌートバー批判がトレンド入りするなど議論が巻き起こる展開になったのです。ただ試合後のヌートバー選手は笑顔でヒーローインタビューに応じ、デッドボールに対し聞かれた時にもちょっと凝ってたところに当たったのでちょうどよかったとジョークでファンたちを笑わせていました。この余裕がファンから好かれる理由なのかもしれませんね。この両国ヒートアップしたヌートバー批判事件と対比的になったのが翌日行われた日本対チェコの試合です。チェコ戦に先発した佐々木朗希選手は2回に7番ウィリー・エスカラ選手へのストレートを右膝に当ててしまいます。剛速球を当てられたわけですから当然エスカラ選手倒れ込み悶絶してしまいました。その後エスカラ選手は立ち上がり状態を確かめるために一塁方向へ歩き出したのですが、すかさず山川穂高選手が駆け寄り彼へ謝罪したのです。これに対しエスカラ選手は山川選手の背中にポンと手を当て気にするなといったジェスチャーを見せました。東京ドームのファンたちもエスカラ選手に向け拍手を送ります。このように両軍の紳士的な行動に対し球場全体は温かい雰囲気に包まれました。日本の SNS でもエスカラ選手に対しデッドボール直後のエスカラ選手の振る舞い素敵やな、
こういうプレーをもっと見せてほしい。エスカラさん、男気あるダッシュパフォーマンス泣ける。ありがとう、佐々木くんも救われました。エスカライケメンすぎだろといった声が上げられました。試合後、エスカラ選手はこのデッドボールに対し、デッドボールを受けた中で最速ですと苦笑いを浮かべています。デッドボールを当ててしまった佐々木選手は、チェンジ後マウンドから降りる際にエスカラ選手に対し帽子を取って一礼しています。また千葉ロッテマリーンズの広報室のツイッターによると、佐々木選手はお菓子を持ってエスカラ選手にお詫びに行ったそうです。そのツイートには両選手の笑顔のツーショットがアップされていました。日韓戦のように各国の選手たちが勝つために本気で試合をしているとヒートアップすることも当然あると思います。ただこのように選手同士気遣いがあり、心温まる試合というのもいいもので、つい笑顔になってしまいますね。日本代表とチェコ代表、どちらの選手も紳士的な対応で人間力の高さを見せられた試合になりました。ここまでご覧いただきありがとうございます。試合前からいろいろな因縁があった日韓戦、大谷選手の活躍もあり、日本は韓国に大勝することができました。韓国はその後1次ラウンドで敗退が決まり、これで3大会連続の敗退となってしまったのです。韓国メディアの MK スポーツは、これを受け繰り返される失敗はもう受け入れるしかない真実となったと失望をあらわにしました。韓国にはまた次の WBC で頑張ってほしいですね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この日韓の因縁や試合内容の感想があったら、ぜひコメント欄で教えていただきたいです。また次の動画でお会いしましょう。